so はい。えー、こんにちは。11月の30日、金曜日の株と為替の売買シナリオでございます。現時刻が4時7分、もうじき4時8分になる時間帯とういうところでございます。えー、さて、本日の東京市場でございますが、ちょっと先に、えー、もう振り返っといた方がいいのかなというところだと思います。えー、なぜゆえにというところなんですが、日経平均株価、岡さんオンライン商券のネットトレーダー、ウェブをご覧になっていただければと思いますが、高安見てもご存知の通り、 え、もう130円幅ぐらいしか動いてないんです、というところでございます。安値が231円、高値が362円、22000円ですね。もうほとんど、まあ、ちょっと上がってるけどもというところです。で、ドル円レートの方も、これも、もうかなり年末要素を提しているというところなんでしょうか。ちょっと見づらいかもしれませんが。 ちょっと寄せて、今日は月末、週末での受給というところで少し、えー、ドル不足があるかというような見方があったんですけども、結果としてはほとんど、えー、まあ、大きな同意に至らずというところで、113円の30銭台、40銭台を中心とした展開。えー、今日の厳密には東京金融と一緒クリック株365での高安、113円の34が安値、高値475と。 思うい,ういっきりもうクリスマスモードぐらいの動きになりますでしょうかね、13.5輪しか動いていないとういうところでございます、さて、で本日でございますけれども、まあ、この辺を踏まえてなんですけれども、えーまあ、こうしたか、えー、環境を申し上げるしかなかったんでございますが、こちらです、えー、お岡さ,、えー、さんじゃないですね、ごめんなさい、日経、ラジオ日経さん、えー、ラジオ日経さんのマーケットプレイス出演させていただきました。 えこちらのは10時過ぎでございました。10時5分ぐらいだったでしょうかね。えー、こちらのは今、ラジコでも聞けますので、ぜひご,覧ご視聴いただければというふうにして思うんですけれども、えー、やはり昨日の夜においては11月の FOMC の議事録用紙、こちらがちょっと話題になりましたかねというふうにして申し上げました。ただし、先日来のですね、えー、FRB の政府区議長から、ちょっと利上げに関する、えー、まあサイクルの停止というんでしょうかね、ちょっと店舗間抑制という、まあ、波動派的な発言があって、 これはどうなんだろうか、トランプ大統領を意識しているのか、それとも素直に経済のサイクルというんでしょうか、ね、景気の拡大基調に関して、ちょっと疑念が生じてくるようなところが来年に向けて強まってきているからなのかというようなところで、えーまあ、いろんな主張の見方があったんですけれども、11月時点での FOMC の議事要旨今これ、11月の7、8だったでしょうかね、8、9だったでしょうかね、この時においても FOMC のメンバーから、えー、やはり利上げに向けてちょっと慎重な態度が、意見が出てたというところ。まあ、そうしたところこのちょっとラジオ のとこいう、話させていただいたんですけども、要は、柔軟なアプローチを考えなきゃいけないというような内容とかがあったというところで、 ドル高がちょっと抑制されているという話をさせていただきました。で、シカゴのフェドウォッチ、これ前回もそうだったんですが、えー、まあ12月の利上げはそのまま上進性を強め、上進性というか利上げ確率は非常に高いです。えー、今の足元でも82.7%というところなんですが、3月になってきますと、えー、末置きが49.5%、えー、利上げが39.3%と、えー、昨日よりもちょっとこちらの方は、あ えー、確率がちょっと減っているんですけども、継続してですね3月末尾季節というのが非常に近くのフェロウォッチでも強まってるといる状況になっているというところです、でもう一つ、ラジオのところでも申し上げましたが、いよいよでございます、こちらですね。 えー、アルゼンチンの G20 でございます、えー、こちらの方はアルゼンチン政府のところのウェブサイトをご覧になっていただければ、えー、これは何と書いてんですかねスペイン語だと思いますがスペイン語と、まあ、英語で読みますよというところなんですが G20 リーダーサミットキックオフトモロスというふうに書いてあります、まあ、いよいよ始まりますよというところなんですがやはりポイントというのは米中の首脳会談これは今日も株式市場為替市場においても大きな影響を与えたのかなというふうにして見ておりますさてでこれを踏まえてでございますけれどどもじゃあ今今はどういいいっったた対策を取ったらいいのか、えー、今回 の売買シナリオはこちらでご案内させていただこうかと思います。 ドル円からでございます。結論ありき、様子見と、ほういうところです。現時点が、東京金融取引所クリック株365、113円の、まあ、だいたい40銭金棒ぐらいでしょうかね。えー、まあ、4142とか、それぐらいになりますでしょうか。4043ぐらいの水準感。で、113円の15銭から113円の55銭のこの予想レンジと、この枠内で収まるだろうというふうにして見ておりますが、上下限の中でちょっとポイントとして押さえておきたいのは、まあ、そうは言っても、この中でトレーディングするんだという方も当然いらっしゃるかと。 とは思いますが3-15、まあ、昨日もこれ同じことを申し上げて結果としてやはりそうなったなという風にして思っておりますが15-20が硬かったというところですねでここが割れてくるようですとした竹部のイラストありますが113の20銭から112円の、えーまあ、90銭ぐらいのところがぐっと上昇した、えー、26日だったでしょうかねこの時の東京の午前だったかと思いますこの上昇帯ぐっと押し戻していくことになるのかどうかここは一応ご留意いただければという風にして思います、えー、下値リスクですね、えー、買った場合でもここ こうなった場合はちょっと一旦万歳なんじゃないかということで2-90ということで一応マークさせていただいております一方で113円の5560超えないじゃないかというところで俺は売りたいんだ私は売りたいんだという方もいらっしゃるかとは思います、えー、ただし113円の55を超えて、えー、3-75要は114円のちょうど金方からぐっと下がってきてこの竹部のイラストさ指しておりますがここでもう一回ぐっと下がった後にぐっと戻った7580ぐらいのところに超えていくようだったらここも一旦は打、えー った場合でもお、まあ、万歳だろうというところで三の七5としてマークさせていただきました、えー。下がった場合でもこの竹部のイラストのところ、ぐっと直角に下がっている下落体、今戻していくかどうかというのが大きなポイントになるだろうというふうにして見込んでおります。えー、で今夜の経済指標はもうここにご案内させていただいておりますが、えー、改めて、 で週末というところでございますので、ウィリアムさんだとか、まあ、いろんなクーレーさんだとか、えー、欧州中銀、えー、内いや FRB の幹部を発言なさっても、私はなかなかポ,ポジション、 取りに行かないんじゃないかと。ニューヨークで取りに行かないんじゃないかなといううにしてみております。じゃあ何が一番肝心なのか。えー、というところでは、やはりこのトランプ大統領とは習近平国家主席の会談と。で、この会談に関する観測報道でしかないかとは思いますが、あくまでもこれは、えー、会談をしてないわけですから、観測報道なんですが、今のところですね、マスメディアさんと話していると。まあ、えば当たり前のこと言うなよという風にして言われるかと思いますが、三つです。まあ、一つは当然でございます。えーうまい 具合に行くんじゃないのというところですよね。トランプ大統領も通称面では中国合意望んでるんじゃないかということを言ってるとで。まあ最後最後まで分かりませんけどもで2つ目でございますけども。 完全に物別れになるというところですね。シナリオ二つという言い方なんでしょうか。えー、まあ当然といえば当然なのかもしれません。でそうなりますと、階段不調、えー、それぞれの国家のプライドをかけてというところでは、引くに引けなくなってしまった場合、その後トランプ大統領も措置を取らざるを得なくなってくるでしょうから、えー、制裁関税の対象を中国、す、え、べ、ー、てのこれ輸入品を広げていくだろう。で、そうなりますと、えー、通商摩擦の改善期待だったら、エングリリスクになるんでしょうけども、えー、今申し上げたように二つ目 のシナリオ。 とんでもない方向になったらリスクオフの形で円が買われるというような形になってくるかと思います。で、三つ目なんですが、ちょっといくつかの報道機関さんがおっしゃっていたのは、そうは言っても双方、えー、デッドエンドに向かうようなことはできないから政治的な、まあ、妥協案を見つけていて、今後も協議していくんじゃないかと、今後も協議していきたいというような、ちょっと玉虫色的な形で引っ張っていくんじゃないかと、ちょっとこの三つ目がうまく非常に何とも言い難いところなんですが、えー E... あえてわざわざ、まあ大きな誇りを立てずに大人の幕引きをしていって、継続して事務レベルでの交渉に繋げていく可能性があるんじゃないかと。え、それはトランプ大統領も、習近平国家主席も、まあそれぞれ、え、お国の、ま政治事情を背負ってるというところですので、それほど期待するほどの大きな、まあ、期待というのはこれボラティリ、ボラタイルな値、ね、動きという意味合いでございますけども、え、どちらの方にも動かずにこの三つ目になる可能性があるんじゃないかということを言っていたのがちょっと印象的でございました。 まあ、いずれにしても、1にしても2にしても、そして今3番目の玉虫色にしてもですね、どういった形になるのかは全くわかりませんので、週末の終値、要は今夜の11月30日の取引の終値と、来週でございます、12月の2日始まり値の、 ギャップこれは出てくる可能性あるかと思いますので、えー、こちらの今回の売買シナリオで、まあ、ストップロスのエグジットの設定させていただいておりますけれども、えー、プロフィットにしてもエグジットにしてもちょっと一応ですね、ディスク感濃度が強まる可能性があるのが来週初というところでございますので、えー、ポジションのチェックも含めてですね、ディスク管理の再設定はぜひ再確認をしていただければというふうにして思います。 東京金融取引、緒、クリック株365、今が22,420円ぐらいの水準というところです。で、基本的なスタンスはこちらも様子見というところです。22,300円から22,500円の予想レンジの中でというところなんですが、こちらも先ほど申し上げた通り、えー、全く同じでございます。週末終値、ね、今夜の終値と、来週の始まり値のギャップが出てくる可能性がございますので、ポジションのチェックはしっかりしていただければ、ちゃんとチェックをしていただければというところで、まあ、あ 様子見と、こういうとこなんですが。いやいや、そう言っても、この300円、500円というところの中で、えー、スタンス、22,300円から22,500円のこの予想レンジの中で、なんとなくトレーディングしてみたいなという方もいらっしゃるかと思います。そうした中で、ちょっと240分足ボリンジャーバンドのプラス2シグマと、えー、中心線。 この辺のところをちょっと意識していいのかなというふうに思いますが、特に下値においては、日足の雲の上限、ないしは、週足の、失礼、これちょっと逆でしたね。日足の雲の下限、ないしは、週足の一目の雲の上限、ここが維持できるのかどうか、そして一方で、まあ一応明確に200日線は超えておりますけども、ここをさらに超えていって、240分足ボリンジャーのプ,プラスシグモをボン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 超えていくというような形には、ちょっとなりづらいんじゃないかなというふうにして見ております。そうしたところでは は、えー、クイックレスポンストレード上下限明確にちょっと取っていただいてトレーディングしていただくそして22,600円がまあ 超えていくようだったら、エグジット。えー、下においては22,150円割れるようだったら、一旦はエグジットというところです。えー、こちらのところも週末観測報道というところでは、うまくいくよ。いやいや、物別れだよというような、え、報道出てくるかもしれません。それに大きくぶれてくる可能性があるよというところかと思いますので、リスク管理再設定をお願いしたいところでございます。えー、本日の日経平均の方は25業種、う上昇というところで、個別株においてはソフトバンク、今日 IPO の仮条件決定、こちらの方がやはり大きく話題になりましたが、 結果的には、ま、小幅高というところだったんですが、やはり、今、中国の PMI もちょっとよろしくなかったというところだったんですが、米中の通商摩擦というところでは、やはり、 中国関連のところのあ、まあ、株、ちょっとやはり上値が重かったというところでは、えーまあ、下にも限定でございますけれども、切り返しでぐーっと上昇していくというような形にもならなかったというのが本日の日経平均だったかと思います。えーまあ、そうした状況の中で今日はプラスキ度オードとしてはトップテルモ4543。この辺がちょっと目立ったというところなんですが、マイナスキ度オードとしては12円60銭の京セラ6971。ただし先ほども申し上げました通り、今日は日経平均の方は、まあほとんど、 えまあほとんどってのったら動いてないってわけではないんですが、130円幅というところだったので、値上がりの銘柄数と値下がり銘柄数のところも、それぞれポジション調整を主体とした値動きになったのかなというふうにして見ております。 来週の見通しでございますので、ちょっとこちらご案内させていただきます。今 HTML になっておりますので、PDF 版ではないんですが、来週は12月3週号、米利上げ嫌うトランプ大統領を考察する局面と放題させていただきました。えー、来週、まあ、12月の3日とこういうところでございますが、そうした状況の中で、えー、やはり、 ドルが主役となっていくんじゃないかなとこういうところでの今回の内容でございます。さてで繰り返しになりますが、今週末、今夜の終わり値と来週の始まり値、ね、意外なギャップが出てくるかもしれませんので、その辺は再チェックをしていただいて、週末リスク、もう一度ご再考いただければというふうにして思います。以上、11月の30日、今月最後の株と為替の売買シナリオでございました。